職人大阪の町工場の職人職人とは、自ら身につけた熟練した技術によって、手作業で物を作り出すことを職業とする人のことで、ある。日本では、江戸時代の死亡交渉の、孔にあたるが、歴史的に彼らを尊ぶ伝統があり、大陸より気化した、陶芸工や、鉄器炭は、私文として偶された。彼らの持つ技術は、職人芸とも呼ばれる。 職人は、主に工業として、物を作る人間を指すことが多く、陶磁器などでも、芸術作品として作るものは一般に、陶芸家などと呼ばれる。また、展示て熟練した技術を持つスポーツ選手の通称、あるいは異名としても使われている。産業革命以前には、職人が、生産活動の中心となっていた。技術は主に土偵制度によって伝承されており、 職場を訪ね親方の許しを得て、弟子入りし、年期奉公をすることが通例であった。技は、手取り足取り親方が、弟子に教えるのではなく、簡単な作業や雑用を行う合間に盗むものとされ、一人前になるには、数年から数十年を要する場合すらあった。しかし、近年の社会、産業、生活様式の変化に伴い、 従来の厳しい都定制度の下で職人を目指す若者は激減しており、そのあり方は大きな変革を迫られている。71番職人歌合わせ。日本では古代から様々な職人が存在し、王権や国家の成立、経済社会の発展により、商工業が成立し、日常生活から神事など、宗教活動に至るまで様々な諸職人が、 誕生した。中近世紀も引き続き経済社会の発達により、職人文化が進み、中世紀の職人の実態については、不明な点が多いが、この頃には、職人歌合わせ類など文学作品において様々な、職種の職人の姿が描かれ、職人歌合わせは、朝廷や貴族に従属する職人を和歌によって、 結縁させ、音量の鎮魂など、呪術的意図によって作成されていたと考えられている。また、職人歌合わせ類は、時代の変遷とともに描かれる職種が増加している。ことから、社会の変遷を反映した、歴史資料としても活用されている。中世後期から近世には、戦国、大名などの地域権力や職法政権から、江戸幕府に至る統一権力が出現し、 諸職人も、領主権力に把握され諸役免除などの特権を得て、方針を行った。江戸時代には、経済社会、都市の発達に伴い職人はさらに文化し発展した。また、近世期には、専門的な職人のほか、在方において、農館漁業として行う、冷裁な小職人活動を行う場合もあり、様々な職人が存在していた。研究史においては、 戦後期に歴史学をはじめ美術史、国文学など様々なアプローチから歴史的な職人の位置づけが注目され、歴史学では、アミノヨシヒコラが日本社会における職人の位置づけについて研究を展開し、国文学、美術史においても職人歌合わせ類をはじめ落中落外図や浮世絵などにおける職人の描かれ方が注目されている。現在では、 して工芸品を作る人や大工、左官、庭師、教授屋、建具、刺し物、飛び、畳、瓦、石屋、竹芸、漆、塗装、家具木工、ガラス、飾り色、薪絵、螺鈿、組子、木立て、炭素といった、手工業の職人のほか、例外的なものとしては食品を扱う、寿司職人、また、特に優れた、金属加工技術を有するものを職人と呼ぶ。 職人気質という言葉がある。これは自分の技術を探求し、また自信を持ち、金銭や時間的制約などのために自分の意志を曲げたり妥協したりすることを嫌い、納得のいく仕事だけをする傾向、一旦引き受けた仕事は利益を度外視してでも、技術を尽くして仕上げる傾向などを指す。建築分野における職人の減少は著しいが、その要因の一つに、 後継者不足のほか、海外から輸入された 2x4 工法やプレハブ工法など、伝統的技術を要しない工法が、大手ハウスメーカーなどにより普及したことが挙げられる。しかしながら高度に精密な加工を要求される、機械時計の製作や宇宙工学の分野では依然、高い技能を持った職人の存在が不可欠である。例えば iPod の背面部分の鏡面加工された、 ステンレスは、日本の町工場の職人による加工が行われている。また、名工の中には、いわゆる人間国宝に認定されたり、叙勲される者も,もいる。手工芸分野の人間国宝には、日本工芸会の推薦が必要とされている。その他彼らに対する大臣表彰や、地方自治体表彰などもある。ありがとうございます。